中国四国エリアの釣り情報をお届けする瀬戸内釣りキャス。2代目ナビゲーターとして登場したのがリカリンこと小竹彩香。瀬戸内で生まれて瀬戸内で育ち、小さい頃から海でもたくさん遊んできました。そんな大好きな瀬戸内の魅力をたっぷりお届けできるように一生懸命頑張っていきますので、どうぞこれからよろしくお願いします。そして番組ではおなじみの池田茂雄先生、インパクトありまくりのピカリンと喧嘩せず仲良く釣りをしてくれることを祈ります。始まります、瀬戸内釣りキャス。中国四国の魅力的な釣り情報を発信しますので、皆さんお楽しみに。